携帯ラグビーソアークやっていきたいと思います。今日はですね、アークの中でもメインでよく使われるテイム武器ですね、麻酔弾を撃つライフルか麻酔矢を撃つクロスボウ、どっちが有用なんだいという形で、今回はライフル VS クロスボウやっていきたいと思います。ということで本日の目的は1つ目、ライフル VS クロスボウ、2つ目、どっちが結局有能なんだい、そして最後に両方を破壊するチート武器やっていきたいと思います。ということでまず1つ目にですね、今回のライフル VS クロスボウどういう戦いかと言いますと、やっぱりね、あの昏睡テイムという形で、まあ、恐竜をね眠らせて、で餌を入れてテイムするっていうね、ほぼ多分アークの7割ぐらいの恐竜がそういったテイム方法になるんじゃないかなと思うんですが、多くの生物がやっぱり麻酔銃とか麻酔矢とか、まあ、とりあえずね麻酔系のですね、あのアイテムというか武器で、まあ、あの攻撃をして傷土を上げて眠らせてみたいな形のテイム方法がやっぱりメインなんですね。でそんな中で、あの2つの大きなね、あの主軸となる武器があるんですが、それが今回勝負するこのクロスボウ&でライフルですね。でこの2つなんですが、やっぱりねみんなメインで使うと思うし、俺もメインでねずっと使ってるんだけど、こっちね結局あのどれが有用っていうか最適解なんだいという形で、クロスボウが本当は一番いいのか、もしくはライフルが麻酔として一番いいのか、どこが気絶値を上げる武器としてベストなのかっていうところをね見比べていきたいと思っております。ということでですね、早速なんですが次の項目、どっちが有用なんだいというものに入っていきたいと思います。で今日ね、あの一応あの比べるやつっていうのはライフルとクロスボウになるんだけど、まあ、その中でもですね、ライフルに関しては麻酔弾、そしてこっちの強力麻酔弾の2つで、さらにですねクロスボウはこの麻酔矢の3種類で比べていきたいと思います。まああの一応コンパウンド棒で麻酔矢打てたり、ハープンランチャーの森であの麻酔バージョンの矢があったりするんだけど、ちょっとねそこはあの何て言うかな、マイナーというか、まあ、メジャーな武器ではないので、まあ、多分ねあのアークプレイヤーの中で一番使われてるのがクロスボウもしくはライフルの麻酔弾、強力麻酔弾、麻酔矢のどれかだと思うんだよね。なのでこの3つを比較して、まあ、結局どれがいいんだいっていう形で、まあ、よしよしをね、まあ、あの見ていきたいと思っております。ということでですね、まずは武器の性能ですね。武器の性能の後はさっきのね、あの弾がね、あの3種類あるので弾の性能も見ていきたいと思います。でまずこのライフルとあとはクロスボウですね、これの差なんだけど、まずねライフルからあの行きたいと思うんですが、ライフルに関してはあの特徴としてはですね、ダメージが少ないんですね。攻撃した時に麻酔弾とか強力麻酔弾がヒットした際の HP を削るダメージっていうものが非常に低いです。なので同じ原始的なあの武器を使ったとしても、ダメージっていうのがこっちは26なんだけど、まあ、あのクロスボウを使ってみたいと思います。26の麻酔銃に対してこっちのクロスボウだと35ダメージで、10もダメージがね差があるんですよ。でこれあのダメージが指向とか明光になればなるほど上がっていきますので、まあ、その分気絶値の上昇っていうのは上がっていくんだけど、やっぱりね HP が先になくなってしまったら、まあ、元も子もないよねという形で、やっぱりねそういった使い方をする際にはあの HP が低い生物がどうしてもいるんだよね。気絶値が高いんだけど HP が低いっていう生物、まあ、例えばなんだけどショートフェイスベアとか、あとはグリフォンとかで、まあ、特にあの鳥系の生物に関してはヘッドショット判定でダメージが増加するというのがあります。なのでそこら辺踏まえて、やっぱりねやりすぎないためにもダメージがやっぱりねあの高いクロスボウっていうのよりかは、まあ、ライフルの方がかなり安全っていう形になるんだよね。なのでライフルに関しては与えるダメージが少ないっていうのはやっぱりね事故を防ぐっていう面で非常にいいですね。気絶値の上昇っていうのは高いんだけど、攻撃力っていうのは低いので効率よく気絶値を貯めることができて寝かせることができるっていう感じですね。で次になんだけど、あの強力麻酔弾が使えるっていうのはやっぱりねすごく便利で、例えばクロスボウだとこの麻酔矢しか使えないんだけど、で、まあ、麻酔矢と同等の麻酔弾っていうのがあるんだけど、さらにね1個グレードが上の強力麻酔弾、まあ、昔は電撃麻酔弾っていう名前だったんだけど変わったんだけど、なのでところどころ俺がもし電撃麻酔弾って言ったらこの強力麻酔弾ってことなんだけど、こいつマジやばくてすごく強いんだよね。でまあ弾に関してはまあ後から説明するんであれなんですが、
弾がですね選べるんですよね。通常の麻酔弾と上級武器の上級弾の、強力麻酔弾っていうのが選ぶことが可能なので、そこがですね非常に大きな差になってくるんじゃないかなというふうに思いますね、クロスボウと。で、地味に俺がねライフルで一番いいなと思っているのが、何かというと、例えばなんですが、これね普通に今この状態で撃つよ、仮面に向かって、なんと、偏差がないんだよね。偏差がない。これ偏差何かというと、普通さ、重力で物を投げるとさ、こう放物線上でこうやっていくじゃん。そういうのがなくて、このまっすぐビームみたいに飛ぶんだよね。なので偏差がないので、こうやってエイムをちゃんと揃えていればまっすぐ飛ぶので、まっすぐ行ってそのまま当たるっていう、これめちゃくちゃライフルの性能として俺めっちゃねすごいと思っていて、普通のねFPS の武器とかだと偏差があって放物線上でふわんっていくのでなかなかね当てづらいっていうのがあるんだけど、そこがね非常にね俺はねいいかなと思ってますね。とりあえずじゃあ試しにこっちのクロスボウでも撃ってみたいと思うんだけど、やっぱりねどうしても偏差があってそこら辺が当てるのが難しいよねっていう形になるんですよ。はい、当てました。はい、僕のエイムが良かったです今のは。っていう感じなので、なかなかねこのクロスボウと違ってやっぱりねライフルに関しては射程距離が長くて偏差がほぼないっていう形なので非常に強いんですよ。この偏差がなくて射程距離が長いのはマジで有能なので、クロスボウを使ってるとなんかちょっと上狙ってるっていう癖とか出るかもしれないんだけど、こう偏差を意識してね、なんだけど逆にちょっと上狙うとちょっと上狙ってみるんだけど通り過ぎてきますっていう感じになるので、これがすごくライフルは強いです。この偏差なしのまっすぐ飛ぶ射程距離、これはやばいんで、FPS やってる人だとかなり痛感するんじゃないかなというふうに思いますね。なのでダメージが少なくて HP が少ない生物でも普通にテイムできるので、どの生物でも使えて、で強力麻酔弾という選択肢があって、さらに偏差がなく射程が長いっていうのがライフルの利点になるかなと思います。で、対抗馬のクロスボウなんだけど、これ何がいいかというと、やっぱりねクロスボウが一番いいのってコスパがいいんだよね。マジでコスパがいい。本当にねギガノトとか序盤でやろうと思ったらとりあえずさクロスボウを大量に生産したりするわけですよ。なのでそこら辺が一番ねいいポイントになるかなというふうに思いますね。でさらに言うと弾もねかなりコスパが良くて、麻酔矢と麻酔弾を比べた時にめちゃくちゃね麻酔矢の方がイージーなんだよね。作ったことある人は分かると思うんだけど、基本的には通常の矢を作ってそこに麻酔薬を合成させるというようなクラフトになるんだよね。でライフルも同じでライフル弾を作って、でそこにちょっとプラスアルファになるんだけど鉄プラス麻酔薬を合成させるんだよね。でこの時点でさ鉄がまた1個必要になるのでちょっと多いよね、コスパ高くなったよねライフルはっていう感じになるんだけど、やっぱりライフル弾そもそもが火薬とかがいるからちょっとめんどくさいんだよね。なのでやっぱりねすぐ作れてすぐ使えるっていう麻酔矢の部分に関しては非常にコストパフォーマンスが優れてるよねという感じになりますね。なので本体も弾もめちゃくちゃライフルと比べてコスパがいいっていう感じで、さらに言うと次の項目っていうかその次のいいところなんだけど、水中で撃てるんだよね。水中で撃てるのはマジで唯一無二で、何でもいいんだけどダンクルとかメガルドンとか水中で生物をテイムする際にはこの麻酔矢か、もしくはハープンランチャーとかでしかできないんだけど、ほぼほぼクロスボウになることが多いよねというような形になりますっていうところなので、この海で使えるっていうのはライフルにない唯一無二の性能かなというふうに思ってますね。でクロスボウに関しては3つ目はねこれ結構重大なポイントになるんだけど、ギガノトをテイムするときに特に重要になってくるんだけど、何が違うかっていうとリロード速度が圧倒的に違うんですよ。とりあえずねクロスボウやってみるんだけど、クロスボウは撃ったら入れて引いてみたいな感じなんだけど、ライフルはこのリロード長いんだよね。なのでそれがですねガチャンで入れるでもう一回ガチャンみたいな感じ、このリロード の短さ、クロスボウの視点から見るとね非常にねクロスボウはすぐねこうやって弾をね補填してくれるので、このね連射というかその次の弾までのタイムロスの少なさっていうのがめちゃくちゃでかくて、これギガノトの時にめっちゃ感じるんだよね。これなぜかと言いますと、ギガノトって気絶値の回復めちゃくちゃ早いんだよね。なのでそこをですね考えるとやっぱり一発のミスが結構ね命取りとなって、例えば堂々デックスで今回500発ぐらいでいけるかなこの品質だったらって持ってって
ってもうあれ弾が足りないぞってなるんですよ。これなぜかというとあのリロードしている間にあの回復しているんだよね。例えば一発ミスっただけでもかなりライフルだとリロード時間を含めるとロスが出るので、クロスボウだと許されるロスがライフルだと許されないっていうことがギガノトテイムの時にはマジで起こるんだよね。なのでそこのポイントが俺的にはねやっぱりね一番まあ難しい点かなというふうに思いますので、まあ、そのねリロード速度の良さっていうのは僕的にはね非常に有用なポイントかなっていう。やっぱギガノトって局所的なんだけど、まあ、ただギガノトってかなりねあの価値が大きいので、まあ、その大きい価値の恐竜をテーマする際にすごくね役に立つというのは僕的にはねすごくいい感じなんじゃないのかなというふうに思ってますので、っていう感じなので、まあ、別にぶっちゃけ言うと超極論言うとどっちでもいいっていうのが今回のあの答えになります。はい。なんだけど使用用途に応じてあの変えていかないといけないっていうか、まあ、そこら辺が大事になってくるかなっていうところなので、実はケースバイケースというところで結構ねその、まあ、アークの進捗状況序盤中盤終盤とかで相手が HP が少ないのかとか、あとは気絶値の回復が早いのかとか、まあ、いろいろあるわけですよ。なのでそこら辺いろんなね状況を鑑みて自分で考えて使い分けていかないといけないよねっていうのが実はクロスボウと、まあ、ライフルなんだよね。でまあざっくり言うと HP の少ないやつにはライフルで、それ以外はクロスボウで、まあ、ぶっちゃけいいんだけど、まあいろいろねあの高品質のものがあったり終盤になってくると物資がね結構ねいろいろな感じで豊かになっていくので、まあ、そこを看板見て、まあ、別にコスパ考えなくてもこっちでもいいじゃんみたいな話にもなってくるので、まあ、ちょっとそこはね状況によるんだけど、まあ、そこを看板見て次はね弾の性能の差っていうのを見ていきたいと思います。で今回ね弾を比較するのはまあこの麻酔や麻酔弾で強力麻酔弾になるんだけど、一応ね一覧みたいな感じのがあったのでウィキにね、まあ、載せてみるんだけど、でこの表の見方なんだけど、一番左の DMG ってなんかダメージで当たった瞬間に与える、まあ、HP を減らすダメージだね。で次の瞬間値が当たった瞬間に上昇させる気絶の量で、右が継続ですね、当たってから、5秒間だっけなんかかけて上がっていく継続の気絶値で、右の合計っていうのが一発の弾で上げることのできる気絶値という形になっていきます。でこれは連続で当てても蓄積していくので、継続値の部分がですね、継続値がずっと溜まってってその分必ず上がりますので、連続で3発打ってもちゃんと、まあ、例えば麻酔弾だったら221気絶値が一発上がるんだけど、それがちゃんと一発ずつ当たってって10発連続で当てても、まあ、2210ですかね上がるっていう形になるので、そこはね大丈夫って感じですね。で、まあ、この差をね見ると、まあやっぱりね麻酔弾の方が単純に性能はいいんだよね。ダメージも低くて気絶値の上がりが高いって感じ、まあ、なんだけどやっぱりね水中では使えないし、であとはリロードも遅いし、でコスパがやっぱりね悪いっていう感じがあるので、そこを看板みたいなんだよね。でさらに言うとさっきのね比較対象ではなかったんで出てなかったんだけど、単純にクロスボウの方がゲーム内の価値としては低いので、これどういうことかっていうと、高品質のアイテムアルファを倒したり、あとはルートクレートを回収した際に出てくる確率っていうのはやっぱり価値が低いクロスボウの方が高品質を手に入れる可能性が高いんだよね。なので、まあ、これは原始的なので、まあ、単純にクロスボウ強いのゲットしたらそっちの方に移行した方がいいし、でまあコスパがやっぱりねいいので、まあサクッとね、まあ脳死で何も考えないで麻酔でバーッと作って、まあ使っていくっていうのも全然ありだし、でただね、まあ物資が整ってくる中盤に関しては麻酔弾にどんどん移行していって、でさらに言うと腐敗時間まであるんだよね。バイオトキシンっていうクラゲの死体から回収する、まあ、麻酔薬みたいのがあって、それを合成させるからね。なのでちょっとねあれなんだけど、しかも解放するレベルもね強力麻酔弾だけ確かねかなり高いんですよっていうところもあって、まあレベルが96って後半の後半だし、あとはバイオトキシン金属インゴットでさらに麻酔弾っていう形になるので、まあ麻酔弾に関してはライフル弾から派生させないといけないし、まあ、3回ね作んないといけないので、ライフル弾麻酔弾で強力麻酔弾って形で、なのでコスパが一番悪いんだけど能力は一番高いっていう感じなんだよね。で、まあ、バイオトキシンを大量にゲットしている状況だと、まあ、結構ね楽に作れた
たりするので終盤は、まあほぼほぼ終盤は強力麻酔弾と高品質のライフル使ってる可能性高いなみたいな、俺だとねっていう感じになるので、まあそのような形でまあ出てくるかなっていうところの差ですね。なのでまあぶっちゃけねずっとグロスボーンの人もいるし、まああのずっと麻酔弾の人もいるんだけど、高品質のライフルね、なんだけど、まあいろいろね人それぞれの趣味趣向っていうところもあるんですが、そういったところの差が出てくるかなと。でまああの理論値で言うと強力麻酔弾が最強なので、強力麻酔弾プラス高品質のライフルだとまあイージーにテイムがはかどるので、まあ、レックスとかですらさっくりねあの寝かせることができるので、かなりね強いねあの装備になってくるかなっていうところになるので、かなりイージーになるので、まあ、そこら辺はまあ自分の状況とまあ趣味嗜好に合わせてっていう形になるんですが、まあ、めんどくさい人はねもうずっと麻酔屋であの高品質のクロスボウ使い回してっていうところもあるんだけど、まあ僕はよくそれやりますけど、はい、めんどくさい時はね、はいっていう感じになるので、まあ、こういった差があるので、弾としても一応ねそういった形の、まあ、違いがあって、さらに、まあ、本体ライフルとクロスボウでもこの違いがあって、この掛け算になるのってまあそこはね、まあ、ぶっちゃけどれが最強っていうのは、まあ、海はねクロスボウ一択になっちゃうんであれなんですが、まあ結構ねまあ人によって違うかなみたいな、結構やっぱマルチプレイとかやってると人によって差が出るかなっていう感じ。クロスボウ持ってる人もいればライフル持ってる人もいるので、なので一概にこれがまあ理論値は最強のまあ思考のライフルと、あとは強力麻酔なんだけど、なんだけどまあそこまで圧倒的にもうクロスボウは全く使い物にならないよっていうレベルではないので、まあ、正直ねまあ人によって差が出てくるけど、まあ理論値としてはそういう状況かなっていう感じ。コスパがいい麻酔矢とクロスボウで、で普通に能力が高くて、まあ、ちょっとコスパが悪い麻酔弾で、さらにコスパが一番ねきついんだけど強力麻酔弾っていうのがライフルと組み合わせですごく強いよというのがあるっていうような状況になってますね。まあ、なのでまあ正直ねその自由度が高いゲームなだけあって、選択肢が与えられているという状況なので、プレイヤーにねそこはねまあ好きに選んでいいんじゃないかなっていう感じですね。まあ理論値でちょっとめんどくささを選ぶか、まあサクッとねお手頃な感じでクロスボウとか麻酔矢を選ぶかっていうところで、まあ、麻酔弾に関してはまあその中間なんだけど、まあ、ここぐらいだったらめんどくさくないなっていう許容範囲でやるかみたいなっていうのがいろいろあるので、まあ、そこはねちょっとねまあ皆さん好きにやってよみたいな感じになるので、はい、あんまりねそんな大差は出ないかなというふうに思ってますね。プレイヤーによってはね、結構ね人によって違うっていうイメージ、マルチプレイやった結果ね。で、ここまでねクロスボウとライフルについて熱い議論を交わしてきたんですが、最後の項目なんですが、今までの話すべて無にします。何の価値もない話だったというぶっ壊していきます。はい、ということで最後の項目、両方破壊するチート武器についてやっていきたいと思います。なんか今までさ、なんかライフルがクロスボウがとか言ってたじゃん。実はジェネシス2以降ですね、一つの武器がですね両方を凌駕するというとんでもない状況になりまして、はい、ちょっとそちらの武器をご紹介させていただければと思い、はい、テックボウです。はい、テックボウっていうのがございまして、テックボウに関してはちょっとねコスパは高いんですけど、エレメントシャードが弾になりまして、でもちろんテックレプリケーターが前提なので作る際にはね、でさらに言うとですね、一応ジェネシス2のエングラムに関してはですね、ボス討伐ではなくてレベル上限で解放っていう形になりますので、116までね上げないといけないので、プラス11ですね、通常のレベルマックスが105なので上げないといけないので、まあボス討伐が必須という形になるんですが、ちょっとですね申し訳にくいんですが、全てを凌駕します。はい、で弾がですね普通にコンパウンド棒の強いね鋼鉄の矢があったり、あとはですね普通に麻酔矢とかで、さらに言うとクロスボウで撃てるですね火がついた矢とかあるんですけど、やばいっす、はい爆発矢とかもあったりしてね、とんでもない形になっております。はいということでね、テックボウなんですけど、これテックボウあれば大体終わるっすマジでテックボウやばくて強いんですよ。はい、しかもジェネシス2だとそのルートクレートがですね試品クレートみたいな感じで落ちてくるんですよ。そこで高品質ゲットできるんですよ。やばいっすもんなのでぶっちゃけジェネ2ちょっと入ってクレートからなんかクレート周回して強いテックボウゲットしてエングラム解放したらもうなんか他のやついらないみたいなあーやっべ、今までの十何分無駄になったということで、最強は理論値マックス、テックボウでした。はい、ありがとうございました。はい。っていう感じで、元も子もないんですが、ネット弾やってテックボウっていうね、
チートハメ技みたいなのが、ほんとスーファミの格ゲーかよみたいなね、レベルのなんかバグ技かよみたいな超強力な技がジェネシス2で出てしまいましたので、これがちょっとね、さすがに、まあ、テイム用の昏睡武器という話をしたら出さないといけないというぐらいのね、出さざるを得ないという最強に強い武器ですので、一応ご説明させていただきますと、まあ、そのような形でですね、超強いです。はい。めっちゃ強い。なので、しかも高品質もイージーにゲットできるという環境です。アークは。はい。なので、やばいっす。はい。ということでね、なんか、最後、すべて持ってっちゃったんですけど、結論、ライフル VS クロスボウ、最強は何なんだ、テックボウです。はい、ありがとうございました。ということでね、ぜひね、皆さんもね、デニス2で最強のテックボウですね、クレートからゲットしてみてはいかがでしょうか。はい。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。はい。ぜひ皆さんもね、クロスボウ派かライフル派か言っていただけると嬉しいかな。僕は、めんどくさがりなんでクロスボウ派ですね、高品質の。はい。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。今日見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。こういう動画の他にもね、参加勢と一緒にマルチプレイで楽しく、うちわ乗りとかで遊んでいるゲーム実況動画もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてね。最近はね、マインクラフトで中世ヨーロッパを作る企画をやってるよ。じゃあね。